足の裏にボールを止めたり、クロスインサイドでボールを止めるとき、これって体の横じゃなくて背後でやるんです。背後に置いて膝下畳んで、それを覗き込んであげる。クロスインサイドも一緒、背後に置いて一歩下がってアウトサイド地面つけてちょっと浮かしてあげる。これを覗き込んであげるっていう風にすると、体の負担は減るし精度も大きく上がります。つまり体の横じゃなくて背後でやりましょうということです。ただ背後といっても背中だけボールに向かっててもしょうがなくて、足の付け根である骨盤、お尻がボールに向かっていること、これが一番大事なんです。腰をしっかり回転させてお尻をボールに向ける、これがなかなか難しいんです。腰の回転っておろそかになって、あ、回転が足りなくてうまく乗らなかったなんてことも本当によく起こります。今日はこの腰の回転不足を解消するアイテムを考案しました。そのアイテムとはタオルマフラーです。ボンに挟んで尻尾を作ってあげるんです。この尻尾をボールに向けるぞっていう意識が大事。クロスインサイドも、ね、足裏止めもね、90度以上に体旋回してほしいので、あっちに向かってやったら尻尾がこれぐらいまで出てくるはずなんだけど、そこまで出てこないような甘い旋回ですね。回転不足ってなっちゃうんですよ。しっかりボールに尻尾向ける、でこの形。クロスインサイドも一緒、回転が甘い、こういうね横でやるみたいな動きじゃなくて、ボールに対して尻尾向ける、全然完成度変わってきます。ぜひ一度尻尾生やしてみてください。